フィリップはプファルツ選定校、ルートビヒ四世と、キ、マルガレーテの一人息子。父はフィリップが1歳の時に死去し、おじフリードリヒ一世の後見下に置かれた。その後、フリードリヒ一世は自ら選定校くらいにつき、フィリップはその養子子という立場になった。1476年に、おじが着手のないまま亡くなり、フィリップが選定校くらいを継承した。 1481年、ヨハンダー・アール・ベルクを、ハイデル・ベルク大学に招聘した。また1499年、ジュオジのプファルツモス・バッハノイ・マルクと公、オット2世が亡くなり、医療を継承した。1503年に、義系のバイエルン・ランツ・フート公・ゲオルクが亡くなると、医療をめぐって、バイエルン・ミュン・ヘン公・アルブレヒト4世と三男の、ループレヒトが対立。 ランツフーと継承戦争が勃発した。1505年、新生ローマ皇帝マクシミリアン一世の仲裁で和睦、戦後は孫のプファルツノイブルク皇夫・オッーハイン・リヒの後献役を務めた。1508年に死去、プファルツ選定行為は、長男のルート・ビヒ五世が継承、夫・ハイン・リヒの後献役は4男のフリード・リヒが引き継いだ。 1474年にバイエルン・ランツ・フート公、ルート・ビヒ9世の娘マルガレーテと結婚、14人の子を設けた。ルート・ビヒ5世、プファルツ選定公、フィリップ、フライジンク主教、ナウムブルク主教ループレヒト、マイナス・フライジンク主教、バイエルン・ランツ・フート公、デオルクの娘エリーザベトと結婚、夫・ハイン・リヒの父・フリート・リヒ2世、プファルツ選定公。 エリーザベトヘッセンハクビルヘルム3世と結婚、バーベンドゥルラョウ境クフィリップ1世と再婚、デオルク・シュパイアー司教、ハインリヒ・ユトレヒト司教、フライジンク司教、ボルムス司教ヨハン・レーゲンスブルク司教、アマーリエ、ポメラニア公、デオルク1世と結婚バルバラエ、デネ・メクレンブルク公ハインリヒ5世と結婚、ボルフガングのイマルクと宮中博、オット・ハインリヒ・カタリーナ。ありがとうございます。